おはようございます。おじ朝チャンネル、おじじのモーニングルーティンの始まりです。今日はいつものルーティンに我が家の菜園と鹿児島城中晩酌編を加えてお送りします。今日の血圧は上が112で大変いい数字が出ました。拍数も74でいいですね。今日の私の体重は 84.3 キロです。83キロ台に早く戻したいですね。今日の我が家の芝生買った後なので大変清々しく見えます。今日は曇りのち雨です。もうすでに雨が降っています。コンクリートが雨で濡れています。今日は一日雨が降るかもしれません。我が家の畑です。これは芋畑です。葉が大変よく茂っています。こちらは少し成長の細い方の芋畑です。花が咲いています。こちらはひまわり畑です。手前は芋畑で、真ん中より後ろがひまわり畑。こちらは最初に植えたきゅうりの畑です。3本が元気に育っています。新しく移し替えた2本のきゅうりの苗も小さいですが元気に育っています。こちらは最初に植えたトマトの畑です。6本とも元気に育っています。こちらは2番目に植えたきゅうりとトマトの畑ですが、相変わらず芋の畑のようにしか見えません。真ん中後ろがきゅうりとトマトの畑です。こちらは枝豆の畑です。プランターから移し替えて大きく育っています。こちらは大豆の畑です。雨が降っているので葉に水滴がたくさんついているのがお分かりかと思います。こちらも同じく大豆の畑です。水滴がたくさんついています。こちらは3番目の畑です。枝豆を移し替えています。花は自然に生えたもので、これ何の花かよく分かりません。今日はきゅうりの花をアップで移してみました。こちらはじゃがいもの花です。今日の晩酌タイムとなりました。5本のうちどれを飲もうかなというところですが、今日は名月を飲むことにします。なかなか美味しいお酒であります。それでは江戸切子のグラスに名月をついで、のんびりとこれからの時間を過ごしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。